詰まるんです。なぜ詰まるかというと、勝負相手がいっぱい、プレイヤーがいっぱい出てくると値段の叩き合いになって潰れるんですよ。もしくは仕事も取れなくなるんですよ。わかります？だから何でもできる人、だから特殊技能じゃなくていいね、俺が言ってるの。もう勉強してがん、いや、しっかり何でもできるような職場や。例えば不動産、何も書いてないの、はいはい、いちいち読んでいるでもんな書いてもイメージが出てくるイメージがね、はい、いいですか今回は黙っとくから、はいはいはい、黙っとく、はい、まあ、ね、いろいろ今副業というで新しい今これ絶対前の話話、はいはい、これでまあちょっといろいろまた考えたんですけどね、まあ、松崎さんからいろいろまあバイトとかね、うん、海外の留学生とかね、うん、だってバイトをしたいもあるし、で、先ほどの話で、前回の話で遠くに来るんで、運転手いないかと、うん、そういう話あったんですけども、そういったまあバイトさんをねうまく使って、まあ、協力してもらって事業やっていきたいなという仕組みができたらいいなと思うんですよね。だから何、だからそういったことをねちょっとね、なんかバイトさんを使ってですね、うん、どういう仕組みをね考えられませんか。何か何を言うてんの。バイトをねうまく活用したい方法で何か案がないかというと、だからバイ俺がバイトをいっぱい使えた、はいはいはい、俺に、うん、なんで、えめちゃめちゃ仕事あるけど。仕事あるんですか、うん、例えば今運転手ね、運転手他には何でも屋さん欲しいよ。何でも屋さんだって不動産順番に落ちていってんねんからね、綺麗にする人、うん、お掃除ね、片付け、うん、でクロス張り替え、うん、でそれでもその例えば山口行くんだとその人近くやね。何がその人がやるわけ。その人が運転手してやってそれはうん、それ言うてかぎゃあかんな。でね、ちょっと今日今面白い話、今リクエスト受けたんでしょうか、はい、今までの時代はな、はい、バイト、はい、バイトいいですか、はい、アルバイトでも何でもいいんやけど、うん、この例えばコンビニでレジ打ちします、はい、ね、でラーメン屋でラーメン作ります、はい、で配膳します、はい、あとは、会計します、はい、で居酒屋でホールでこう、はいはいはい、配膳します、はい、あと何があるバイトだ、引っ越し屋か、引っ越し屋、はい、学生さんのバイト、はいはい、若い子のバイト、はい、引っ越し屋でね、はい、これいうバイトだから、こういう何屋さんっていうジャンルのカテゴリーでバイトをしたらもうダメなのよ、もう重宝されないのよ、うん、それとも時間給最低時間給のまま、うん、あったとしても1200円ぐらいとかまで、うん、で俺つまり何を言いたいかというと、うん、これからは何でも屋さんの時代なんよ。便利屋さん。なるほど、うん、これ何年前にそういう便利屋さんという名前が出てきたら、うん、14、5年前ぐらいからじゃない、うん、やっぱりニーズものすごいよ、うん、で今ねあなたも会社やってるから分かるやろうけど、ちょっとようここは黙って聞いてよ、会社やってるから分かるやろうけど、うん、もうこれしかできませんっていう人間はいらないのよ。なるほど、うん、もう24時間何でもやりますせと、うん、何でも言うてくださいと、うん、ね、葬式の手伝い、うん、ね、子供のおもり、うん、ね、うん、おじいちゃんおばあちゃんの買い物、うん、もう何でも請け負いますよと、うん、こういう人がビジネスできる、うん、なんとなくイメージ湧いてきた、なるほどね、うん、これからの会社経営者ね、うん、社長が欲しがる人材ってこういう人、うん、今までは、まあ、労働基準監督署もうるさいしね、コロナの前はね、うん、まあ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 しゃあない、これぐらいいけるやってて、もうこれやったらもうしゃあないかと、うん、我慢してやってきたわけです。でも世の中ドラスティックに変わってるわけですよね、うん、で本当に重宝される人間は何でもや、うん、便利屋さんですわ、何でも早いって言って素早くちゃ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 ってやる人ですよ、うん、
まあ、なんか専門職じゃなくて、うん、全部まあ基本的に全あることできる。そう、これがじゃあどういう意味か、まあ、リスクは少ないよね。じゃあどういう意味かっていうとね、うん、前々回の動画等の話に元に戻るけど、うん、副業をいっぱいできるんですよ、自分一人で。わかります、うん、私はこれしかできない。例えば副業でも動画編集だ、動画編集、うん、これも詰まるんです。なぜ詰まるかというと、勝負相手がいっぱい、プレイヤーがいっぱい出てくると値段の叩き合いなんて潰れるんですよ、うん、もしくは仕事も取れなくなるんですよ、うん、わかります。だから何でもできる人、うん、だから特殊技能じゃなくていいね、俺が言ってるのは、うん、もう勉強してがんやしっかり何でもできるの、うん、例えば不動産に行った時はクロスしかできないんですよ、うん、ね、うん、クロスはクロスしかできないんですよ、うん、他のことはできないんですよ、うん、クロス屋であって、造作もできたり、うん、ね、多少大工的なこともできたり、うん、左官屋的なこともできますよっていうやつが重宝されるんだよ、うん、いますか。おるおる、そんなに、うんうん、そういうやつはインターネットサイトも持ってないし、うん、下手したらメールアドレスも持ってないとか、うん、そんなおるけど、おるんですよ、なるほどね、うん、そういう人間にならないと、うん、自分で全部やると、うん、なるほど、うん、でも全部総取りよ、ギャラ、わ、うん、かります。だからあなた言ったように、例えば物件一つあったら業者をそれぞれこう読んでやってるわけですよ、うん、それが一人で、その子が若い人見てる人がね、俺全部一人でやるわと、うん、その子は総取りやんかって、うん、違う。まあその人がそのネットワークを使ってもいいかもな。そうそう、勝手に手名でね、うん、便利屋が便利屋を使ったらいいわけですよ。だからまあ分かります。いいでしょ、そういう人がこれから生き残るんですよ。まあどっちか、僕もどっちかそういうタイプやね。あんたは便利、あんた何でもやる、何でもやりますと、これ絶対食いっぱぐれないの。なるほど。で一回頼んで便利よかったらずっと来るわけよ、収めとか。ずっと来ますね。でニーズもね、これから多様化するんで、うん、俺らが考えたことのないようなニーズが何でもやりに来ると思うよ、うん、彼氏と別れさせてくれとか、うん、それはありますよね、時々、ね、ありますよね、別れさせやとかね。そうそう、ね、なんかいっぱいあるわけやん、ね、もう僕らには考えられへんようなニーズがいっぱいあるはずなんですよ、うん、ものすごく ね思わん、思う、あります。うん、そういうだから何でもや、これからの時代は、うん、あったら何でもやみたいなもんやん、うん、そうやろ。そうですね。何でもややろ。基本的に断らないです。軽いな。軽いや。俺のタバコは臭いけど、俺のタバコの煙より軽いな。ふわふわふわっとしてる。あの、まあ年いとんですよね。だから基本的に断ってたら次に繋がんないんだよ。うん、やっぱりな、何でも受けてしまうんですよ。だから見てるとそう、うん、これから起業しようという断ったらだ、うん、とりあえず受ける、うん、で受ける、うん、ね、うん、で受けて納期までは何とかしない、これを守らないといけないけど、とりあえず受けて自分の友達とか知り合いに投げる、うん、仕事をね、うん、投げて最終的に納期に間に合わせると、うん、とにかく断る、仕事は受けろと、うんうん、受けてから考えろと、どうしようこれって、うん、それでいいね。弱ります、それはね、うん、断ってもらったらもう二度解けへんから、うん、わかります、うん、断って二度解けへんのと、うん、納期遅れで、で、うん、断って二度解けへんのと、うん、納期遅れもしくは変なもの納品して二度解けへんのと、どっちかだとチャレンジしてんのは後者やから、うん、とりあえずやれと、そうだね、受けて失敗したら、うん、まず道は開けるけど、最初から断ってもそこに閉ざされてるから、本来は。そういうことだよね。でしょ、断るやつに仕事出せへんねんから。そうでしょ、だから、まずはもう何でもやなれと。ね。で、だから、例えば、1万円の仕事ね。これ見てると、1万円、学生さんでもええわ、1万円の仕事を受けると。極端に1万円の仕事を受けたら、ね、友達を使って、半分の5000円で1人1000円、1000円、5人に割っていいですよ。1000円、1000円、1000円渡して、てめえが5000円取って、みんなに5000円を1000円分配すると。これが基本ビジネスの基礎なんで、うん、でしょ、それを勉強するためには何でもやらないわけですよ。でやれるんだら一人でやるのが一枚、うん、一枚総取りなんで、うん、できんとこはできんとこは一人、うん、下請けさんに出すと、これがビジネスの基本の形なんで、うん、なるほど、うん、いいですね、それね。何でもやつくか、うん、何でもやる、そうやね、そうやねって俺言わないけど、何でも屋さんが欲しいっていうバイトの話あなたがしたから、俺何でも屋さんやと欲しい。いや、需要が大事なんですよ、需要は。どんなのが欲しいか、何でも屋、うん、みんな持ってると思う、そうか、経営者さん、うん、
何でも欲しいと思う。あなたみたいなな、コーヒー買うてきてくれとか、そうそうそう朝4時に来いとか、ね、よいこはでも寝とるやん、その2回もバカバカやな。まあまあ、うんうん、本当にね、これからはこれだけこの、うん、だから結局ね、飲食店でバイトしてもコンビニでバイトしても何のスキルも上がらんのよ、うん、何の自分の価値も上がらないから。そうでしょ。なぜか言おうか、あなたがコンビニでレジ叩かんかっても、あなたが飲食店であなたが作った料理じゃなくても代わりは何ぼでもおるわけ。